はい、どうも皆さん、こんにちは。こんがりです。というわけでですね、本日も、バットルブレイクあとやっていこうと思います。プ着たてほやほやということで、え皆さん、おはようございます。えちょっとねえ、お昼寝をかましまして、今にね、至るわけですが、なぜね、これ、お昼寝したかというとですね、あの動画編集してるとね、 もう頭の中にさ、なんか情報がね、めちゃめちゃ入ってくるんですよ。特に僕の動画ってさ、絶えずね、喋、えー、り散らかしている動画だと思うんですけど、まあそれをですね、編集してるとね、もう脳内にですね、もう言葉がね、めっちゃ入ってきて、もう疲れるんだよね、本当に。眠くなるの、マジで。あの一気にさ、僕あの編集するっていうスタイルをね、ま取、あ、ってるんですよ。はいだからまあ、朝ね、時間のある時にまあ一気に編集しようと思ってさ、 編集をしていたらねもう、めちゃめちゃ眠くなって、で、そういう時にね、どうするかというと、寝るんです。はい。もう眠いときは、寝ましょう。で、寝て、今に至るわけなんですよ。はい。もうちょっと動画編集、一旦ストップして、まあ、ストック、さらに作るかってことでね、取、えー、っていこうと思うんですが、マジでね、眠気を覚まさないといけないので、えー、今回ね、えー、使っていく武器、めちゃんこ高いです。これを失ったらさ、 目も覚めるでしょう。まあ、でも僕は全ロスしません。うまうまでも覚めるから、まあ、どっちにしろね、えー、覚める代物持ってきました。AK102 超最強カスタムバージョン。お値段なんと、えー、13万円。さらに、えー、このね、マガジンにですね、M99 5弾をぶっ込むことによって、めちゃめちゃ高いから、うん、60連にね、 えー、まあ M995 段入れたらもう20万ぐらいするんじゃないのこのさあの詰まってる分も数えたら基本ステータス、えー、垂直94の水平8 6見込みゴミ、えー、精度が37で、えー、腰ダメ射撃が 79, 79で有効射程80です、えー、このですねまあ AK102 もしかしたらねあの M4A1 を超える可能性があるんじゃないかなと思って僕ね M4A1 第2位でねあの上げてるんですけど武器ランキング ただこれ超えてくるんじゃなかろうかっていうねえー、まあ疑惑があるのでえー、今回ね、えー、初めてだと思うんですよ M995 弾をぶち込んだこの AK102 もう900本超えてますけど多分ね今まで一度もね使ったことないと思うので今回はねその新海誠のパワーを見ていこうと思いますはいということでね、えー、早速射撃場の方にやってきたんですけどえー、まずはねノンリコイルブルー いや、絶対強い。確信。これもう、絶対強いじゃん。え、この武器で負ける人いるのっていう感じですよね、本当に。めちゃめちゃ強いと思う。ほら。やばい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 。これさ、反動なさすぎて逆にやりづらいパティーンか、ちょっと待ってください。右のね、親指にもしっかりと指サックをね、装着してやってみましょうか。これ多分、化けるぞ。これでちょっと完全体になるんじゃないの はい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 。強い、待って。5層にしようか、せっかくだから、えー。5層貫通弾なんで敵5層にしてあげて。はい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 。始まった。これだよね。あああ。まあ、終わったとも言うな。うん、めっちゃ強いわ。 寝起きじゃなかったらこれもっと強いと思うよ。まあ、でも寝起きでも勝てるってところ見せましょうか。これで勝てたら多分みんな勝てる。はい、ということでね、えー、秒速13センチメートルでマッティングしました。対戦よろしくお願いします。めっちゃ珍しい。UMP45 を使っているプレイヤーがいるだと初めて見たんだけど、これ封鎖ですよ。警告の。いやーなんかさ、警告封鎖ね、えー、みんなもう飽きてるじゃないですか。ま、でも僕ね、思うんですよ。 この僕たちのメンタルブレイクアウトって、まずね、一日一戦は、この警告封鎖挟まないと、始まらねえなって、思わない思いますよね僕だけでしょうか、これ。あのテレビ局とかさ、武器庫とかね、農場とか、ノースリッジ、軍港行ってもね、始まんないんですよね。まずはやっぱりこの警告封鎖を行かないと、ちょっとね、一日が始まりませんので、僕、は始めていきたいと思う。 えー、とりあえず、鎮痛剤パクパクタイム、えー、始まります。えー、こっから僕たちのね、物語っていうのが始まっていくわけよ。警告がないとね、やっぱ俺たちのメンタルブレイクアウトではないので、まあ、とりあえず、皆さんね、えー、まあ、なるべく警告っていうのは、ま、一1日一戦ぐらいにしておきますから、ま、ああの、見てください。えー、ってことで、えー、なんかしないけど、10戦入りやがった。それはさすがにスカちゃんかな。えー、スカちゃん芝居とこうか、これ。ちょ、めんどくさいから。 一旦頭ワンパンしてあげてもいいか。えーとりあえず、えー、ワンパン完了です。でなんかいるらしいわ。え、マジでどこどこどこそっちか。了解。えーでもさ、怖いな。まあ、でも速攻詰めた方がいいか。ロケーションマーキングナイス。えー、それめちゃめちゃ助かる。4番さんがですね、なんか見つけてくれたらしいんですが、えー、それはま、嘘から出た誠か、それとも深海誠か。どっちなんでしょうか。で、2番さんはですね、 4番さんの、えー、マーキングをガンムシアン券からの、えー、特攻隊長。まあ2番さんにとりあえず任せるか。先陣切ってもらって、まあ、僕はですね、後ろからね、後方支援かましてあげればなって思うんですが、こっちが怖いからね、ちょっと目の前だけじゃなくてさ、しっかりとさ、この外周をですね、まあ、どうにかしてあげないといけないんじゃないのまずは。いや、恐ろしい恐ろしい。こっちが怖い、俺は。やばい。 普通にまずい。今体力がね、えー、切れちゃってますんで、今撃たれたら負けるぞ。さあ、そして、いたらしいわ。たぶん、ピノラジオの方か。あスー、アンダースタンドと心の中で合唱しておきましょう。まあ、警告名物、書道潰しってのがあるからな。初動制した者が、この警告を制すと言っても、過言ではありませんので、えー、とりあえず、えー、こっち側にね、やってきたんですけど、いませんな。 どこ行ったやっぱそっちか。まあ僕の予想通り、えー、なんかいるらしいよ。ピのラジオ局に。まあそこまでは読めていた。ただこっから、あ、やべやべ,やべははは。いるじゃん、普通に。普通にいるじゃん。ちょ、待て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 。アップね、お前。マジか。はい。全然余裕ですよ、と。この距離も4スコア当てれるからな。雨んじゃねえぞえ。まずはターゲットマイナス1。お前がやったわけじゃねえけどな。 やめろ、自分がやったみたいに言うな。俺がやったんだぞ。あるかもしれませんでどういうことや。ちょ、待て待て待て。お前、縛くないよ、それ絶対。ちゃやめろ、やめろ、お前、縛いたら、あ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 、それ、縛くなって。縛くな、マジで。あ、お前、やったか。やってないか、さすがに。ちょ、わかんねわかんねわかんねえ。えー、とりあえず、え、まずは、領域展開しておきましょうか。早めにやっとかないと、なんか、縛かれそうだから、怖いから。 とりあえずの領域展開、えー、からの、えー、ちょっと戦利品、えー、オープニングセレモニー。さあ、えー、これ私がやっておりますね。しかししょっぱすぎ。えー、お前さあ。え防具取ったあの一瞬で。嘘でしょえ、取ったんかお前。ちょ、マジでわからん。えー、マジで早すぎてさ、見えなかった。まあ、やったかもしかして。うわ、そしてしょっぱすぎる。なにこれ封鎖って、なにこれハイエナされないように気をつけましょう。ちょっと今のはね、 マジでしょうもなさすぎて拾う価値がなかった何も拾ってないんじゃないたぶんやばいってさすがにひどいってあれはなんであんな物資で来るのマジでちょやめてくださいよもうほんとになんかいないかな敵とりあえず大丈夫そうかここ開けてもいいかな答えは聞いてないえー、ちょっと書類ケースオープニングセレモニー入りまーす さあ、こっから極秘文書は出ず、ハードカバーでした。j AKM のさ、これマガジンから取っとくね。うわあ TM レボリューションやってきちゃった。まあ、これはまあまあ嬉しい。あ、いるか。なんかいそうだね。え、でもそれはさすがにスカちゃんかちょ、よくわかんないけど。え、ちょっと一旦ね、ここで鎮痛剤パクパクタイムで、えー、鎮パク警察を黙らせていきましょうか。いるんか、これ。いそういそういそう。待って待って待って。やってんの ちょ、待てよ。俺も混ぜてくれよ。いやー、行くんか。まあ、行ってやってもいいけどな。この4スコさ、PC 版みたいにね、この4スコのままさ、あの、勾配にできたら、めちゃめちゃ強いんだけどな。まあ、言ってることわかります。わからなかったらねえ、ぜひ PC 版の動画も見てほしいんですけど、PC 版にしかないさ、マル秘機能があるんですよ。この4スコには。 それがね、スマホ版に実装されてないから、まあ、めちゃめちゃショックだよっていう話なんですが、まあ、とりあえずそんなことはどうでもいいから、一旦回っていくか、これ。いるわ。ちょ、回っていきましょうか。なんか2番さん逃げてきた。どういうことどういうことちょ、待て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 。あ、まずい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 。なんでここどうすればいいのマジで。いっつもいけない。あ、行けた。じゃ、やりましょうか。ちょ、ライト切っといた方がいいかな、とりあえず。なんかいるらしいぞ。 え、待って、大丈夫かはそれさ、スカちゃんえ、普通に人なんかちょ、わかんないっすね。なんかま、いることは確かなんだけど。あ、いるんな。ちょ、待って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 。これ、そっち側いるんじゃないうわ、いっそう。ちょ、待って待って待って。これ、いるな。ちょっと、強気に行きましょうか、ここ。ちょっと、しばきに行くわ。こいつ、誰あ、あ、いや、これ、普通にスカちゃんだな。 ちょ、待て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 危,な危,な危,な危ない危ない、危ない、危ない。危ない、危ない、危ない。ボス危ない、ボス危ない、マジで。ちょ、やめてやめてやめて。敵どこ行ったんだ縛かりだかワンチャン。ちょ、ボスたち縛きましょうか、じゃあー。はい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 。おい、はいはいはい。もう、ゾンゾンやってっからね。舐めんじゃねえぞ、マジで。はい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 。ザコ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 。お前らなんで取るに足らんわ、マジで。オら、オら、オら。舐めんじゃねえぞ。 ちょ一回さ、回復巻き巻きタイム。敵マジでどこに行ったあ、敵いたわ、多分。あそこにいるな。はいはいはい。オッケー。縛きます縛きますはい、オッケーやりました。こういうこと。えー、じゃああとはさ、君たちを縛いてやれば、俺の勝ちってことか。はい。もうあとはさ、えー、このね、ドスを縛いてあげて、 で、真ん中のやつしばけば、僕の勝ちですよね。対戦、ありがとうございました。はい、トークンがうまい。強気に詰めたものの末路。これなんですよ。えー、まあちょっとここでね、回復巻き巻きタイムも入れておきまして。心拍タイムもかましてやって。あ、べべべははは。いるわ、いるわ、いるわ。マジか。え、どこえ、バば、バば,ば、あっプねえ。お前お前、マジかオッケーナイス反射神経素晴らしいあっプなやってやったぜ。 マジかよ。ちょ、まずまずまずい。甘いあぶねマジであぶねえやべえ完璧覚醒ゲーミング三枚芝木です。危なすぎちょっと待ってくれ。ASMR やってもいいですか答えは聞いてない。あと何枚いるもう終わったか。マイナス3。これはでかい。 ちょ、これ芝こっか。これ邪魔だな。この辺邪魔ですな。もう、いらないと思うわ。じゃ、エナジードリンクは一応もらっておくけど。えー、多分、もういないでしょう。ちょ、いないってことにしてくれ。もうマジで。あー、モスインナガン。はい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 あー。全部吐き出せ。マジで全部吐き出せ。あー、これはやばい。ちょ、マジでやめて。めちゃめちゃ美味しいから。ちょ、もう本当にさ、やめてね。もういないでしょ、多分。いたら泣く。あ、いるかも。 いるなぁ。ちょ、まじか。なんかいるわ。一枚なんかいっそおいちょ、まじかよ。なんかいるなぁ、これ。あの真ん中縛けないかもしんないな、これ。縛かなくてもいいか。あえて縛かないっていう選択肢もありでは。ちょ、待て待て待て。なんかリーグやってきちゃった。あと一枚か、これ。ちょ、めんどくさいね。はい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 。もらえるもんは全部もらっておくぜ。 さあマスタ価カ3000円もしっかりとね、分取ってあげて完全に決まっちゃってる圧縮めちゃめちゃいいねまだいるよね、あと1枚ちょっと待っていやマジかあと1枚やりに行くかやりに行かないかえ、どうしよっかなこれいや行った方がいいかなあ最大限の利益を目指したいんですけどでももうね帰った方がいいっちゃ帰った方がいいいやもう帰るかちょっと待ってマガジンディロールタイムからのあれだな あれだけ縛きましょう。ヘルメット。こいつのヘルメットだけさ、ぶんどりたいんだよね。んじゃ、ヘルメットぶんどり案件からの、ちょっともうさすがに無理だよね。ちょ、エナジードリンクとか、あとこの辺、えー、最後もらっておいて。えー、もう帰りましょうか。もういいだろもういいやあいつダメだあと一枚縛けるけど、もうここはね、え、帰る判断。うん。もうあの、いっぱいだから、え、うん、物資いっぱいだから、ここ帰りましょう。はい。 え、もうトークン提出して、え、僕帰る。すまん。みんな、俺は撤退するぞ。僕はやります。僕はもう帰ります。まだ1枚どうせいるからな。うん。3番さんがちょっと警戒してるけれども。ちょ、ここはですね、もう、あえてのね、え、撤退ムーブ。え、これ以上ね、ちょっともう物資パンパンなので入りませんから、もういいや。まあ、完全勝利と言っても過言ではない。えー、とりあえず、まあ、スモーク炊いてやってもいいけど、炊かなくていいか、ここは。あえて炊かず。 ちょ味方がですね、えー、今ね、なんか、陽動してくれてる臭いので、えー、ちょっともう僕はね、えー、このまま帰りたいと思います。はい。いや、絶対どっか居持ってるから。うん。いやー、これもう帰っていい。うん、帰っていい。いや、もったいないけども帰っていい。もうしょうがない。全ロスするよりか全然マシだ。うん、オッケー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 。ここはオッケー。もうこれでいいのよ。これでいいのよ、別に。はい、ということでですね、本日の最終結果はこっちら。ええーええー !33 万円 まあ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 、あと1枚縛けたから、まあ40万レイド、まあ50万レイドぐらいまでね、伸びていった可能性はありますが、いやでもね、もう1枚、ちょっと縛ける自信がないというか、もうこれ以上縛かなくていいんじゃないかなっていう、うん。もうやめましょうよ、命がもったいないっていうね、言葉が聞こえたので、頭の中にね、その言葉がスッとね、入ってきたので、まあもうやめました。はい。ってことで、え皆さんね、 この AK102 の真の力解放したらめちゃめちゃ強かったから、まあ、ぜひね、使ってみてください。以上、こんがりでした。じゃあなじじー